1933年10月22日東京6大学野球総計戦でのリンゴ事件を報じる1933年10月23日付東京朝日新聞11面の一部リンゴ事件は1933年10月22日に東京6大学野球で発生した大乱闘事件である東京6大学野球で唯一総計戦がベンチを 固定するきっかけになった。1931年春の境大対民代2回戦で、起きた80カワボーク事件と並ぶ東京6、大学野球に大不祥事として記録されている。スイバディンゴ事件とも言われる。1933年の周期リーグ戦の総大隊、境大3回戦は、激しい点の取り合いとなり、8回を終わって8から7と、総大が1点をリードしていたが、 審判の判定をめぐって、トラブルが重なった。2回、総大の徳宗博投手の投球が、一旦ストライクと宣告されるものの経大越し、本次監督と打者、井川清和の抗議で、デッドボールに追った。8回には、経大の岡泰蔵選手の二等判定をめぐってまたも、騒ぎになった。累進は最初政府と判定したが、総大高杉吉遊劇手の抗議で、 アウトに追った。これに対して、境内の三塁ベースコーチだった水原茂が、累進に爪より猛抗議を展開した。こうした経過から、両校の応援団は、興奮状態にあった。試合は9回表に入り、水原が三塁の守備に着くと、先の抗議での態度に興奮した三塁側、総大応援席から水原に向かってゴミなどと一緒に、リンゴの芯が投げ込まれた。 水原がこれを守備の構えのままバックトスのように三塁側に投げ返したことで総大側がさらに下行試合は9回裏に、境大が2点を返し9から8の逆転、さよなら試合となったが、試合終了と同時に、総大応援団は、境大ベンチ、応援席になだれ込み、境大応援団の指揮棒が奪われ、 行方がわからなくなるなどの大乱闘となり、警官隊が出動する騒ぎとなった。その後、両校は、水原謹慎、早稲田謹慎と言い合ったが、11月19日、総大野球部長が辞任することで決着した。なおその後、水原は12月3日に、マージャントバクで検挙され、翌4日野球部を除名された。この事件が、きっかけとなり、総警戦において、チーム、 応援団とも、早稲田は一類側、慶応は三類側に固定されて、今日に至っている。ナンバー085、リンゴ事件、伝説の総形戦フィルムが、その時歴史が動いたなど、ありがとうございます。